今回はクリストファー・ノーラン監督の最新作オッペンハイマーの予習用動画という形でお話ししていきます。これは名前の通りオッペンハイマーという人物に焦点を当てた映画です。天才物理学者のロバート・オッペンハイマーの周りで起きる出来事を中心にノンフィクションベースで描いた作品になっています。オッペンハイマーは知られているようにアメリカの原子爆弾の開発計画マンハッタン計画の責任者を務めた人物であるため原爆の父とも呼ばれる人物です。マンハッタン計画によって生み出された成果物である原子爆弾が日本に落とされたわけなのでそういった意味で日本とも関わりがある人物でもあります。そんな映画オッペンハイマー基本的に会話でシーンが進んでいく会話劇でありかつセリフもかなり難しい言葉遣いが多いです。さらにオッペンハイマーは物理学者であり原子爆弾というのは物理学が深く絡むものなので専門用語というのもそれなりに登場します。それゆえセリフの全てを理解するのって結構難しい映画なんではないかなと思います。私自身はアメリカで先に発売されたブルーレイディスクを輸入して先に見てしまったのですがまあね専門用語が多いというのと難しい言葉遣いが多い、まあ、あと最大の要素として日本語字幕が入ってなかったので、まあ、見るのはね結構大変でした。加えてクリストファー・ノーラン監督のお家芸とも言えるかもしれないですが時系列がバラバラな編集になっておりそもそもこのシーンはいつの話なのかみたいなところを追っていくっていうのも、まあ、結構大変です。ということでこの動画は映画オッペンハイマーを見るにあたってネタバレなしで背景情報を予習しようという動画です。特に物理学的な科学的な要素に絞って予習をしていこうとそういう動画です。まあとは言ってもそもそもこの映画はノンフィクションベースですので、まあ、何をもってネタバレなのかということになってしまうんですが、まあ実際に起こった出来事、史実の出来事についてはネタバレとしては扱わず映画的な編集とかまあどう映像化してるのかとかそういうクリエイティブな要素はネタバレとしてここでは扱わないことにします。ということで始めていきましょう。やっぱりまず最初はオッペンハイマーの生い立ちと量子力学の歴史についてです。オッペンハイマーが学生だった時代まさに物理学の大転換が起こり始めた時代でした。これまでとは違う世界の捉え方をする物理学量子力学というものが誕生したからです。それゆえ映画の中でも量子力学が関係するセリフや量子力学にまつわる人物が続々と登場します。私は先日量子力学の解説動画のシリーズを出していましてぜひオッペンハイマーを見る前に、まあ、そしてこの解説動画を見る前に量子力学の解説動画も見てほしいなと思っています。これらの動画量子力学の解説動画という位置づけなんですがオッペンハイマーの予習動画という意味合いも実は込めているので概要欄とコメント欄からぜひ見てみてください。ここでは量子力学とオッペンハイマーに関わるお話をします。量子力学の始まりは1900年に物理学者マックス・プランクが突飛なアイデアを思いついたことがきっかけです。ここで生まれたアイデアを量子化と呼びます。そしてその5年後1905年に物理学者アルベルト・アインシュタインがその量子化のアイデアを応用して光電効果という当時の未解決問題を完璧に説明してしまうという偉業を達成します。ついでに言うと同年の1905年というのはアインシュタインが特殊相対性理論の論文を発表した年でもあります。相対性理論は相対性理論でこれまでとは世界の捉え方をガラリと変えてしまう理論です。そして1915年にアインシュタインは特殊相対性理論をさらに発展させた一般相対性理論の論文を発表し相対性理論という理論が完成します。一方1913年コペンハーゲン大学の物理学者ニールス・ボーアは量子化というアイデアを使ってそれまで謎だった水素原子のスペクトルという現象を解明します。ここで初めて人類は量子の考え方を使って初めて原子の真の姿を知り始めることになります。そして1925年ベルナー・ハイゼンベルクマックス・ボルンらが量子力学という学問を初めて生み出しました。その翌年の1926年にはエルヴィン・シュレーディンガーがシュレーディンガー方程式という量子力学の基本となる方程式を完成させ
ここで量子力学という物理学が完成することになります。量子力学と相対性理論は今現在も物理学の重要な二本柱となっており、これらを発展させて融合させている理論が現在最先端の物理学とされている場の量子論というものだったり、さらにその上を行く量子重力理論と呼ばれているものです。まさに現代物理学の土台となる二本柱が1910年代から1920年代にかけて相次いで誕生するという、物理学の歴史の中でも激動の時代だったわけです。ロバート・オッペンハイマーは1904年にアメリカで生まれました。そして1925年にハーバード大学を首席で卒業します。まさに量子力学の発展とともに育ってきたとも言えます。オッペンハイマーはその後ケンブリッジ大学で化学を学んでいましたが、オッペンハイマーは実験が下手くそでした。化学の世界、サイエンスの世界は大きく分けて実験と理論という2つのカテゴリーに分かれます。実験はその名の通り、いろんなことを実際にやってみて試して、新たな気づきとか発見がないかっていうものを探求していくものです。理論はそれまでの実験結果や数式などを使って現象を説明したり、そこから新たな予測をしていくというものです。これらはどっちもサイエンスなんですが、結構住み分けがされています。私も大学生だった時に理論系の研究室にいたんですが、その時もこれは実験屋さんの範疇、これは理論屋さんの範疇みたいな具合に結構住み分けされてるなというふうに実際に感じました。オッペンハイマーは運動があまり得意ではないタイプで、実験も下手くそでした。その代わりオッペンハイマーは生まれ持ったセンスがあって、サイエンスの分野だけではなく芸術とか哲学、宗教などをたしなんでいました。また最終的に6カ国語を話せるようになるほど言語能力が高かったそうです。この多方面にわたる才能のおかげで、オッペンハイマーはサイエンスというものを直感的に理解できるような、そういう才能を持っていました。実験の分野ではその才能は発揮できなかったものの、理論の分野の面では天才とも言える人物でした。そしてそれを見抜いたニールス・ボーアが実験ではなく理論の世界に彼を引き込み、理論物理学者となるきっかけを与えることになります。オッペンハイマーはドイツのゲッティンゲン大学でハイゼンベルクの師匠でもあったマックス・ボルンの下で学び、量子力学を発展させてきました。その時に今ではボルン・オッペンハイマー近似と呼ばれる分子の波動関数を求めるための数学的手法を発表するなど功績を残しています。ボルン・オッペンハイマー近似は今でも教科書に載っているほど有名なもので、分子の性質を調べるための量子力学的な計算をする際に非常に重要になるものです。映画の中ではこのように量子力学の世界がたまに描かれたりもするので、このあたりのね、量子力学という内容はとっても予習になるかと思います。オッペンハイマーは量子力学だけではなく宇宙物理学の領域でも功績を残しています。むしろこちらの方が大きい功績でもあるというふうに言うこともできると思います。オッペンハイマーは宇宙の星の一生についても興味を持っていました。大きな質量を持つ星が寿命を迎えるとき、星が生み出しているエネルギーと星自身の重力のバランスが崩れるのではないかと考えました。そしてオッペンハイマーは彼の学生だったスナイダーと共に、質量が大きな星は自身の重力に耐えられなくなり崩壊するということを一般相対性理論を使って数式的に示しました。そして崩壊の結果、重力が特異点という一点に集まり、光すらも抜け出せなくなるような状態になるということを示し、それを論文に投稿しました。これはまさにブラックホールのことです。オッペンハイマーは世界で初めてブラックホールの存在を予言した人物でもありました。当時はそんなものありえないと考えられていましたが、その後約30年後の1960年代になって初めてブラックホールというものが本格的に研究され始め、現実に存在するかもしれないとやっと考えられ始めました。30年間も時代を先取りしてブラックホールの存在を予言したことになります。そしてくしくもオッペンハイマーとスナイダーが出した論文が出版された1939年9月1日と同じ日に、ドイツがポーランドを侵攻し第二次世界大戦が始まることになります。ご存知の通り、オッペンハイマーは第二次世界大戦において
原爆開発プロジェクトに参加することになるため、ブラックホール研究はここで中断となりました。世界で最も早い段階でブラックホールの存在を数学的に導き出しているということで、これだけでもノーベル賞ものの功績とも言えるかもしれません。実際ブラックホール関係では、2017年にブラックホールがぶつかった時に発生した重力波というものを初めて捉えたということで、キップソーン博士などがノーベル賞を受賞してますからね。ちなみにキップソーン博士はクリストファー・ノーラン監督の、まあ、科学分野の顧問的な存在で、キップソーン博士が全面的に監修をした映画インターステラーはブラックホールを緻密に映像化した作品であることで有名です。またブラックホールと相対性理論が一つのテーマとなって描かれた映画なので、ある意味このオッペンハイマーと対になった映画であるとも言えるかもしれません。映画インターステラーについても私はいろんな解説動画などを出しているので、そっちもよければ見てみてください。次に、やっぱりこの映画と切っても切り離せないのが核爆弾です。普通の爆弾と核爆弾で何が違うのか、原子爆弾と水素爆弾は何が違うのか、ざっくりでもそういった基礎知識があると、よりこの映画の中で何の話をしているのかというところが分かってくるかなと思います。ということで、まず原子の構造というものを見ていきましょう。原子はよくこういうイラストで表されます。中心に集まった原子核とその周りを飛び回る電子といったイメージです。そして原子核は2種類のものからなっており、赤色の粒で表されているのが陽子、黒色の粒で表されているのが中性子です。陽子はプラスの電荷を持っており、電子はマイナスの電荷を持っている粒です。そして中性子は名前の通り電気的には中性で、プラスもマイナスも持っていません。これら3種類の粒が集まってできた構造を原子と呼んでいます。原子核に含まれている陽子の数を原子番号といい、陽子1個のものを水素、陽子2個のものをヘリウム、陽子3個のものをリチウムというふうに、陽子の数によって人間が名前を付けているということなんですね。なのでこの図で表しているのは陽子が3つなのでリチウム原子です。陽子が3つある、つまり原子核がプラス3の電荷を持っているので、基本的にそれと同じ数の電子がその周りを回り、原子全体としてはプラスマイナス0の電荷を持っています。電子が少なかったり多かったりすると電荷がプラスになったりマイナスになったりします。こうなっている原子をイオンというふうに言います。そして中性子というのは電荷は持たないので原子のプラスマイナスに一切関わりません。でも原子核自体の安定性には関わってきます。そもそも原子核の構造を見てほしいのですが、プラスの電荷を持っている粒が密集しているような構造になっていますよね。よく考えるとプラスのものが密集したらお互いが弾き合うはずです。プラスとマイナスが引き合う力とか、プラスとプラスが退け合う力のことを電磁気力と呼びます。なんで原子核が電磁気力によって弾き飛ばずに一つの塊を保っていられるかというと、電磁気力よりも強い別の力が働いているからです。これは強い核力と呼ばれるもので、この力が陽子と陽子、陽子と中性子、中性子と中性子の間で働き、うまくバランスが取れることで原子核という一塊のものとして存在ができています。これが原子というものの構造です。ちなみにですが、本当のことを言うと、この図は正しい原子の姿を正確に表した図であるというわけではありません。あくまでものすごく誇張して描かれた図であるということは知っておいてもいいと思います。電子というものはこんな粒がくるくる回っているような姿ではありません。なので電子が回っているという言葉よりも電子が存在しているという言い方の方がどっちかというと適切です。これについては冒頭でもお話しした量子力学の解説動画を見ていただくと分かっていただけると思います。ただ今回はこの誇張した姿でも十分話ができるのでこれで進めます。次にエネルギーという単語についてお話しします。エネルギーという単語は物理学の中でたくさん登場する単語です。ただ正直抽象的な言葉だと思っていて、すごくこれを感覚的に説明するとすると、周りに影響を与える能力と言ってもいいと思います。
周りにたくさん影響を与えられるような状態が高エネルギー、周りに影響をあんまり与えられないような状態が低エネルギーといった感じです。そして重要な法則として、エネルギー、周りに影響を与える能力というものは、宇宙が生まれた時からその合計量というものは決まっています。新しくエネルギーが生まれたりエネルギーが消えたりすることはありません。なので、とある物体が持っているエネルギーが減ったということは、減った分のエネルギーは必ず他の場所にあります。エネルギーは姿や形を変えることはありますが、その量は絶対に変化しません。それはエネルギー保存の法則と呼ばれていて、破ることができない宇宙の基本法則です。化学反応という言葉をどこかで一度は聞いたことがあると思います。我々の身近で起こっていることのほぼ 100% は化学反応で説明ができます。化学反応を一言で言うとすると、電子の状態の変化です。電子は原子核の周りに存在しているとお話をしましたが、その存在の仕方というものは一通りではありません。電子は様々なパターンで存在することができます。量子力学の解説動画を見ていただければわかると思うんですが、電子は粒ではなく空間に広がっている存在と言った方が適切なので、そういう言い方をしてますが、まあ極端に言うと電子の飛び回り方の違いがいろいろあるということです。その電子の存在の仕方のパターンによっては、2つの原子がまるでつながっているかのように見える形を取ることができます。そうなっている状態の原子たちを分子と呼びます。よく見る分子のイメージ図で、原子と原子が棒でつながっているような、そういう描かれ方をされているものがありますが、もちろん実際に棒なんかはありません。これは全て電子の存在の仕方の違いです。あたかも原子同士が棒でつながれたかのような振る舞いをする、そのような電子の存在の仕方があるということです。その電子の存在の仕方というのを分子オービタルと呼んでいて、ここでお話しするにはあまりに複雑なのでイラストだけ載せますが、ここで写している緑色とかピンク色で描かれているものが、これ水分子なんですが、水分子という構造を作り出す電子の存在の仕方です。これは量子力学を使った計算で、この存在の仕方というのは計算できます。このように電子というのは原子核の周りをさまざまなパターンで存在しています。そしてこの電子の存在の仕方が変わる反応を化学反応と呼んでいます。そして化学反応の前後で分子が持つエネルギーの量は変化します。その理由は電子の存在の仕方ごとに持っているエネルギーの量が違うからです。例えば燃えるという反応に関係するエネルギーの差を図にすると、こういう図になります。これはメタンガスが燃える反応です。燃えるというのは酸素分子と反応をして二酸化炭素分子と水分子になるという意味なんですが、これらはすべて電子の存在の仕方の変化です。メタン分子という構造を作り出すような電子の存在の仕方から、二酸化炭素分子や水分子という構造を作り出すような電子の存在の仕方に変わるという意味です。燃える前の電子の存在の仕方が持つエネルギーはこの位置なんですが、燃えた後の電子の存在の仕方が持つエネルギーはこの位置です。そして燃えた後の電子の存在の仕方が持つエネルギーの量は、燃える前よりも低いところにあります。つまり電子の存在の仕方が変わることによって、電子が持っていたエネルギーの一部が外に出ていくということになります。この外に出ていったエネルギーが熱として広がっていくことで、物が燃えるという反応になっているんですね。結局全てはエネルギーの差分で考えることができます。メタン分子が燃える場合、反応の前と後の差分のエネルギー、つまりここで生まれるエネルギーというのは 802kJ/mol という量です。ここで分かりやすいように、メタン分子1個の反応で生まれてくるエネルギーというものを計算すると 8.3 エレクトロンボルトとなります。エレクトロンボルトというのもエネルギーの単位なんですが、まずこの 8.3 エレクトロンボルトという数字を覚えておいてください。そしてこのエネルギー差というものが生まれる理由のほとんどが電子の存在の仕方の変化によるものです。なので化学というのは電子の存在の仕方を調べる学問であるとも Q
究極的には言えます。私は大学時代化学を専門にしてたんですが、そこで化学というのは電子の学問であるというのを先生に言われたのを覚えています。いわゆる火薬とかダイナマイトとかそういう普通の爆弾っていうのは全て化学反応によるエネルギーを元にした爆弾です。つまりこの爆弾のエネルギー源は電子です。これまでお話しした電子の存在の仕方の変化である化学反応は、原子核の種類や状態は反応の前後で一切変わりません。原子核というのはそれだけがっちりとした存在です。ところが陽子と中性子の数が多いような重たい原子核だと少し話が変わってきます。原子番号92番の原子をウランと呼びます。つまりウラン原子の原子核は陽子が92個集まっています。そして中性子は146個集まっていて、陽子と中性子合わせて238個が集まっているものをウラン238と呼びます。これは天然に存在する原子の中で最も重たい原子です。ここまでになってくるとギリギリのバランスで原子核が保たれているような、まあそういう状態になっています。そんなウラン原子の中には中性子が3つ少ない135個のものも混ざっています。つまりウラン235と呼ばれるものが混ざっていました。このウラン235はバランスを崩しやすい性質を持っています。このウラン原子に横から中性子を一粒叩きつけると、その中性子がウラン235に合体してウラン236になります。そしてウラン236はとても不安定であり、原子核を結びつけている力のバランスが崩れ2つに割れてしまいます。割れた結果バリウム144とクリプトン89という2つの原子と中性子3粒に割れてしまうということが知られています。これを原子核が分裂するので核分裂反応と呼んでいます。英語ではニュークリアフィッションと呼びます。この反応の注目ポイントは2つあります。一つは分裂時に巨大なエネルギーが放出されることです。これはもともと原子核を結びつけていた核力が解放され、それがエネルギーになって放出されたと考えることができます。ここで核子、つまり原子核を構成している陽子もしくは中性子一粒あたりの結合エネルギーというものを記録したグラフがあるので、これを見てみましょう。結合エネルギーというのはその結合を壊すのに必要なエネルギーの量です。つまりこのグラフの上に行けば行くほど結合を壊すのにエネルギーが必要ということで、その原子核は安定であるということが言えます。まあ、さっきのメタンの燃焼の図とは上下関係が逆なので、そこは意識していただけたらと思います。ここでウラン235というのはまあ、大体このあたりです。そしてバリウム144とクリプトン89というのは大体このあたりなので、この差分にあたるエネルギーが核分裂の時に放出されるということになります。これは大体 0.85 メガエレクトロンボルトです。メタン分子が1個燃えた時に放出されるエネルギーを思い出してほしいんですが、それが 8.3 エレクトロンボルトです。こっちは核子1粒で0.85 メガエレクトロンボルトです。メガというのは100万倍という意味なので85万エレクトロンボルトということになります。桁が違いますよね。ウラン236は1原子あたり236個核子があるので、ウラン原子1個あたり203メガエレクトロンボルト。つまり2億エレクトロンボルトのエネルギーが放出されることになります。もう一つこの核分裂反応の注目ポイントがあります。核分裂した際に中性子が複数放出されるということです。この核分裂のきっかけは外からやってきた中性子でした。それによって核分裂をして新たな中性子を複数放出するわけですから、ということはここで放出された中性子がその隣のウラン原子にぶつかったらまた同じことが起こりますよね。つまり反応が反応を生んでいく連鎖反応というものが起こりうるということです。これら2つのポイントからこの核分裂反応を使って莫大なエネルギーを放出させることができるであろうということが言えるわけです。そして1938年にオットー・ハーンという科学者とフリッツ・シュトラスマンという科学者が実際に
この反応を起こすことに成功しました。そしてそのニュースを見た世界中の物理学者は同じことを考えたわけです。この連鎖反応を瞬間的に引き起こすことができれば、大量のエネルギーを一瞬で放出するという現象、つまり爆発が起こせるということです。これはこのニュースを見た世界中の物理学者が容易に想像できたことで、実際このことにいち早く気づいたアインシュタインとシラードという物理学者が近いうちに核分裂反応を応用した爆弾が生まれるであろうということを警告する手紙をアメリカのルーズベルト大統領に宛てています。世界中の研究者はこの核分裂反応を爆弾に応用する研究を始めました。いわゆる普通の爆弾というものは化学反応爆弾、つまり電子の状態変化のエネルギーを使用した爆弾です。一方この核分裂反応を応用した爆弾は核分裂爆弾と呼ぶことができます。この爆弾のエネルギー源は原子核の状態変化です。なので原子核爆弾、原子爆弾と呼ばれます。オッペンハイマーはこれの開発プロジェクトに巻き込まれていくことになるわけです。この核分裂爆弾、爆弾として実用化するためには大量のウランが必要になり、かつ核分裂を起こしやすいウラン235だけを集めてくる必要があります。実は天然に存在するウランの 99% が核分裂を起こしにくいウラン238なので、そのうちの 1% であるウラン235だけを集めてくる作業、ウラン濃縮というものが必要になります。マンハッタン計画でのウランの濃縮作業は実験物理学者のアーネスト・ローレンスが担当しました。ここでも理論の天才のオッペンハイマーと実験の天才のローレンスというタッグを組んで実験が進められていたわけですね。これまでウランという重い原子核を分裂させることでエネルギーを放出するという核分裂反応をお話ししましたが、ここでもう一度核子一粒あたりの結合エネルギーのグラフを見てみましょう。このグラフの山の頂点は鉄の原子です。鉄というのは最も安定した核の構造を持っているとして知られています。鉄よりも重い原子核を分裂させるとエネルギーが放出されるということです。でもこのグラフを見ると鉄よりも軽い原子核を融合させてもエネルギーが放出されそうじゃないですか。しかもウランよりも大きいエネルギーが放出されそうです。原子核を融合させる反応なので核融合反応と呼ばれます。英語ではニュークリアフュージョンと呼ばれます。この図はさっきの図の横軸を調整して軽い原子核の様子を細かく書き直したものです。 P と書かれているものが水素、 D と書かれているものが重水素、 T と書かれているものが三重水素と呼ばれているものです。これらは全部陽子数は1個なので水素なんですが、中性子の数が違うので別物です。こういうのをいわゆる同位体とかアイソトープと呼ばれています。でこれらを融合させることでヘリウム原子核を作り上げることができたらすごいエネルギーが放出されそうじゃないですか。実際重水素と三重水素を融合させてヘリウム4と中性子を作り出すという核融合反応では核子1つあたり 3.52 メガエレクトロンボルトのエネルギーが発生します。ウランの核分裂反応の核子1つあたりのエネルギーは 0.85 メガエレクトロンボルトでした。核融合反応は核分裂反応の4倍以上のエネルギーが放出されるわけです。ウラン原子1つと同じ質量で核融合反応をさせた場合、約1000メガエレクトロンボルト、10億エレクトロンボルトのエネルギーになります。メタンの分子を同じ質量用意したところでせいぜいそれを燃焼させても120エレクトロンボルトくらいのエネルギーしか放出されないので、核融合反応を使った爆弾というのは普通の爆弾よりもいかにエネルギーが大きいものになるかというのが想像できると思います。ちなみに太陽が輝いている理由も水素原子の核融合反応です。あの太陽のように長い間大量のエネルギーを生み出せるというポテンシャルが核融合反応にはあるということですね。なので核融合反応は決して悪いものだけではなく、太陽のような無限のエネルギーを生み出せるようなエネルギー源としての活用というのも、もちろん進んでいます。
そして核融合反応を応用した爆弾は核融合爆弾と呼ばれたり、もっぱら水素原子の核融合反応を扱うので水素爆弾と呼ばれます。核融合爆弾というのは核分裂爆弾に比べて作るのが極めて難しい爆弾です。なぜなら核分裂爆弾はウラン原子に中性子をぶつければ核分裂が始まるのに対して、核融合反応が起こるためには原子核同士が非常に近づく必要があるからです。先ほどお話ししたように原子核というのはプラスの電荷を持っているので、その原子核同士を近づけようとすると電磁気力によって猛烈に反発します。その猛烈な反発を押し切って核融合を起こさないといけないので、極めて高い温度と圧力が必要になります。今存在している水素爆弾は核融合反応を起こすための超高温超高圧状態を作り出すために核分裂爆弾を利用しています。まあ要するに水素爆弾の中には原子爆弾が入っているということです。で、原子爆弾が爆発した際の超高温超高圧状態をきっかけに核融合反応を起こさせ核融合爆発を起こすと、そういう仕組みですね。なので水素爆弾を作るためにはまずは原子爆弾を作る必要があります。物理学者のエドワード・テラーは水素爆弾を開発することにこだわっており、1950年代に実際に水素爆弾を完成させます。そのためテラーは水爆の父とも呼ばれています。いかがでしたでしょうか。オッペンハイマーと量子力学の歴史、そしてオッペンハイマーのブラックホール研究、そして普通の爆弾、原子爆弾、水素爆弾の違いについてお話ししてきました。映画のオッペンハイマーではこれまでお話しした知識が、まあ、割と前提になって描かれているんじゃないかなと思います。また映画の中では原子爆弾すなわち核分裂爆弾と水素爆弾すなわち核融合爆弾が2つの大きな軸として描かれています。この動画が映画の予習になればいいなと思います。ということでこの動画は以上です。このチャンネルでは映画の解説や考察、映像技術の解説、ガジェットレビューや自作 PC の話などをしていきますので登録お願いします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。